フロック。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 じゃあポールポジション。はい、皆様、おはようございます。明けましておめでとうございます。優勝して月に行きます。以上です。月には行けなそうです。最終便まで最後の最後までやってましたよね。フロック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 。なんかフロックって。おお。ナイスフィッシュ。フロック。日本。ブラックバスいるんですね。日本。1235。写真をください。フロックフィッシュ。ありがとうございました。ありがとうございました。フロックで釣れました。ロデオクロフト。ロデオクラフト。クロック。クロックってやつ。誰も知らねえな。知らないです。勉強になります。リア抜きとかいらねえからシャローだから。ありがとう。バイバイ。ドラマ出ましたね。表彰式始めさせていただきたいと思います。参加56名、ウェイ28名、約半数の方が、釣ってくるというこの社内はい、寒い中、皆さん頑張ったんじゃないかなと思います。それでは第3位、1本 965g、 大場さん。第2位、2本 1045g、 高野さん。はい、そして堂々の第1位、2本 1235g、 山田さん。おはようございます。
んかちょっとよそのダムに最近よく浮気してるんですけど、誰も言えなくて、周りに誰もいないもうそう叩きつけて叫んで、何喋ったか分かんないぐらいの。のでそのままなんかこう他ちょっとやったらもう一発出たんですけど、それはすっごい。いやそれはいやでかいか小さいかちょっと分かんないんですけど。はい、でそれだけ最後帰ってきたって感じです。そうですね、1時間、1時間、まあ、でも40分ぐらいだったり、3回って良かったです。いや、良かったです。本当良かったです。10年ぶりぐらいですよ、ここに立つ。周りは誰も見てなかったです。そうですね、だから餌で釣ったかもしれないですね。でかいの話しても、優勝ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで帰ってきました、五十嵐誠プロ主催のフィフティストームカップ2019っていうことで、フロッグもう1月の雨ですよね。キッカーになる1匹はフロッグで、もう1匹はね、あのライトリグで釣ったってね言ってましたけども、昼ぐらいも1回本当の本降りもバチ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 ってこう水面がね泡立つぐらいの本降りになっちゃった瞬間があって、その瞬間に、山田さんはこれフロッグじゃねって言って、っていうかフロッグのタックルと、まあ、っていうかボックスにフロッグが入ってること自体ね、なんでって思った。そういう自分ね、変な気が起こりそうなものね、ビッグベイトとかね全部置いてったんですよ。もうライトリグやりきるぞと思って、したらねしっかり優勝のチャンピオンはね、そういうの準備していて、でその雨が降ったタイミングで、まあ、流れ出しもできたんですよね。そういった水の動きができた瞬間、あとは雨が一番強い瞬間とかを捉えて、12時からね3回ぐらいフロックで出したそうですよ。あーすごいですよね、1月ですからね。赤ガエルパターンってやつなんですかね、ちょっとね自分ねよくわからないですけども、とにかくでも雨で低気圧でね、あとはずっと雨降ってなかったですからね、あのニュースなんかでも雨降らなくなって何日目ですなんて報道が盛んに繰り返されているタイミングで、本当久しぶりの降雨ね、これで魚が一気に上ずった、で上ずったであろうという仮定のもと、もう水深ね手でね身振り手振りで教えてくれたんですけど、本当1メートルあるかないか、あもうそこが見える見えない、あそんなところにエレキで入っていって、でフロッグを投げたところ、なんと3バイトあって1匹取れて、それがキッカーで優勝って展開みたいなんですけども、優勝者のインタビューのとこでもおっしゃってたんですけども、1匹さらにでかい、まあ45アップ50はないなっていうサイズを抜き上げて、抜き上げたらボートの反対側にスポーンって飛んでいってバラしちゃったっていうのがあるみたいなんですよ。もしそれ取ってたらフロッグで2匹ね、フロッグで2匹リミットで、で多分どうでしょうか、3キロぐらい行ってたのかな、なんかすごい感じのね、もう興奮気味に教えてくれたんですけども、もう表彰式は出たいけどとにかく今
チャンスだからフロッグ投げに行きたいってね、兼量の時点ではそんな感じでおっしゃってたんですけどね、蓋開けてみたらもうそのまま優勝だったんで、釣り行かないでよかったんじゃないかなと思うんですけども、でね、そこでね、いろいろね聞いた肝でね、ロデオクラフトのねフロッグ、松本さんのいるですねロデオクラフトね、雑誌とかでもね、最近三島湖でバッタバッタと大きな、魚あげているその、まあクロークって言ってたかな、秘密のねフロッグがあって、でポイントはそれを自分なんかの動画にもよく出ていただいている小岩のバーフープ、そこでチューニングしてもらったスペシャルモデルみたいなんですよね。はいはい、ね、実はね自分もね持ってるんですよ。これはねその、ロデオクラフトのフロッグとは全く違いますし、コンセプトも違うし、その使い方とか出しどころによってフープのマスターの原さんがいろいろね、あ、じゃあこういう感じだったらいいんじゃないのっていう感じでこうね超絶改造してくれる。ここら辺ね、なんか企業秘密なんであんまり見せないでくれって言われてるんで、まあまあ見せちゃうんですけど、こんな感じでね、改造したフロッグ、それの山田さんスペシャルっていうのがあって、そのロデオクラフトのフロッグを小岩のバーフープでチューニングした、まあ針とかも通常だとまあね来魚用とかなのを、例えばバスのかかりとかにも耐えられるようなこう線形、もちろんね、来魚とかが釣れても大丈夫なようにバーブレスとかにはこうされてると思うんですけど、この針の角度、浮き姿勢、重さ、あとはサイレントなはずのフロッグなのにいい音しないですか、まあ、こんなねいろんな秘密が盛り込まれた。自分もね現場ではねそんなによく見せてもらえなかったんですよ。いやーこれはね原さんの企業秘密だからね、俺もあんまり語れないんだなっていう感じで、まあ、まあそれでもね飲み会の時はね口頭ではね、どういう感じでどういう感じでっていうのは、まあ、詳しく教えていただいたんですけども、とにかくまあ1月2月とかでもやっぱり雨の降ったタイミングっていうのは特別だからしっかりとやれよとね、こういうことで教えてもらったんで、まだね1月中旬なのでこっから3月までね、噂の赤ガエルパターンとかそういったスペシャルなパターンの日にもしかしたらいけるかもしれないので、まあ、今回ね本当優勝という最高の形でねそれが実証されたんで、自分もねなんとかねタイミングがあったらそんなような釣りしてみたいななんて感じた次第です。でまあね小岩のバーねフープね小岩駅から徒歩5分ぐらいですかねのとこにある本当ね、静かでいいバーなんですけども、まあ他のねお客さんとかがいっぱい、まあ飲み屋さんなんでいたらなかなかねそういった、込み入ったね改造とかはもちろん、相談しづらいかと思うんですけども、まあね足しげく通うことによってね、マスターも人間ですんでね、こいつはこの秘密を教えてもいいかなみたいな感じで、まあ常連さんになったりしたらですね、スペシャル改造のね、フロッグ相談に乗ってくれるかもしれないので、ぜひですね、小岩のバーフープに行って、で、山田さんも作ってもらったんだけども、詳細はやっぱりわからないみたいなんですよね。何にしても、フロッグなんでこう、穴とか空気穴とか埋める大改造がなされてるんで、中身の重りの配分とかどういうコンセプトなのかって、改造一個一個ごとに違うので、あのねこれはねわからないそうなんですよね、山田さん聞いても。ただ自分はこんなポイントで、例えばこれぐらいの密度のカバーがあって、で首を振らせるのか、はたまたただ巻きでスイミングさせるのか、一点シェイクで下から誘い上げるのか等々ですね、いろいろ相談して、ですごい気分が乗ったらね、自分もね前クロッグね、お願いしますって釣り岡でしょうのねガバチョとかね改造してもらったんですけども、
時間がやっぱりかかるんでね、なかなか仕事も忙しいと思うんで、本当空いてる時の、店のない時間とかに、しこしこと作ってくれるので、あーフープって言うとあのね、本当メグタツとかがよく、でっかいの釣ってるフープジグってイメージですけども、実はねフロッグの改造めちゃくちゃやばい改造を施してくれる場合が時によるある、こんなバーなんで、でまあそこに行って、もしね山田さんなんかもねよく飲みに行ってるみたいなんで、そこでチャンプ会うことができたら、結構ね直接会ってね、失礼のない感じでねお話しすればね、結構ねいろいろ教えてくれると思いますんでね、まあつけんどんにね、あれどうやって釣ったのなんて言ったらね、なかなか教えてくれるのも教えてくれないかと思うんですけども、まあまあ本当にいい先輩なんで、ねいろいろ聞くと全部教えてくれるんで、自分なんかはそれを参考にですね、2019年度もこう釣りを進めていければななんていう風に考えておりますね。正月にやった KFC カップの時はね、なんとか2センチの差でね、競り勝つことができたんですけども、今回の五十嵐カップに関してはもう完敗も完敗だなと思って、でも自分もねバチバチバチって振った瞬間はもちろん雨食らってるんで分かったんですよ。でその瞬間でブルフラットを投げ出して、結構浅いところをね、まあ、流れ出しができてるところとかを狙うっていうところまでは、体を持っていけたんですけども、ただエリアとかね、あと総合的ないろんな要素で考えるとちょっとね甘すぎたな。そっか、しかもそっか、この時期でもフロッグっていう発想まで持っていけるんだと思ってね。山田さんね、昔よく一緒に釣り行ってた時は2月の雨とかでもねバズベイト投げて、これはこういう状況だからバズ絶対出ると思うんだって確信、ね、気味に投げて、で結構でっかいの釣ってるんですよね。2月にバズベイトで出してる姿っていうのはなんとなく印象があって、で今そっからもう十何年経ってるんで、今そのスタイルが、まあ、今回はカバーとかちょっと浮き込みがあったから、空いていたらオープンウォーターだったらもうちょっと違うトップを使っていたかもしれない。ただ今回はちょっとそのゴミの密度とかカバーの密度とか、あと水深とか、いろいろ考えてフロッグぶち込んで、それで、優勝した、ね、こういう風におっしゃってましたんで、勉強になりました。というわけで、まあね、1月とか2月ってねあんまりね釣りの大会ないんで、本当ね五十嵐プロお疲れ様でした、ありがとうございましたという感じなんですけども、ちょっとお話しすることもできたんで、フィッシングショーでねもしお会いできたら、なんかねガマカツで新しいね、ロッドなんかあるよなんて言ってたんで、そこら辺の、解説動画なんか、お願いできませんかなんて言ってこようかなと思うんですけども、本当にね1日ありがとうございましたということで、山田さんおめでとうございました。というわけで本日の釣り子 TV は、五十嵐カップに出たらとんでもねえ釣り方で、優勝をかっさらっていった人がいるよって、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。